アジエンユニバースは2015年2月14日に公開された日本映画。監督は山下敦弘、主演は単独映画初主演となる渋谷すばる。大阪、1000日前に実在するアジエンビルにあるユニバースが舞台。2014年夏、大阪のある広場で行われていた赤犬のライブ中、突然若い男が乱入し、古い日記を 圧倒的な歌声で披露し始める。その男には歌うこと以外の記憶がなく、それに興味を持った赤犬マネージャーのかすみは彼にポチ男と名付け自宅兼スタジオで働かせることになるも男の失われた過去には大きな問題があった。やがて記憶を取り戻したポチ男は昔の仲間の元に戻ろうとするもそこに霞が現れる。 渋谷スバルの初主演映画である。2014年6月7日にクランクイン、オール、大阪ロケを終え7月2日にクランクアップした。またクランクアップ後の7月17日にもユニバースで撮影が行われた。赤犬のメンバーは監督と同じ大阪芸術大学の卒業生であり、全員本人役として出演する。プロデューサー・オガーと監督参加のタッグは2007年の映画、 天然小血行以来となる。2014年11月29日、渋谷が本作主題歌で CD ソロデビューをすることが発表。アジエンユニバースを皮切りに全国ライブハウス10会場13公演を回るソロツアーが行われることも同時に明かされた。第44回ロッテルダム国際映画祭に出品。2015年1月、現地時間22日に オランダで行われた同映画祭に渋谷と山下が招待され、渋谷は上映後にライブを行った。その様子は海外メディアにも取り上げられている。その他、上海国際映画祭などを含めた海外語映画祭、モスクワ映画祭への出品も決定し2015年8月7日時点で K13 の海外映画祭に参加している。2015年夏には、 香港での公開が決定している。全国65スクリーンで公開され、全国映画動員ランキングで初登場10位となった。公開5週で2億を突破し、ロングランとエディア拡大を発表している。2015年8月19日に DVD、ブルーレイディスクを発売。8月31日付のオリコンで DVD、BD ランキングそれぞれ映画部門1位を獲得。 1> DVD 1.3万、BD 1.3万を売り上げた。ありがとうございます。